すみません、福豆ってどこで買えるんですか。配りましたね、さっき。あ、そうですか、聞いてみよう。ああ、おはようございます。現在僕は日陰沢駐車場に来ています。今日は高尾山から陣馬山の方に向けて歩いていきたいと思います。高尾山といえば約1年前妻プンさんを尾行して山登りをした思い出がある場所ですね。けやきの毛って書いてあります。けやきです。寒いですが清々しいですね。こっからは細心の注意が必要となります。それでは出発します。今回は陣馬山まで行って、それで今日は2月3日節分なので、帰りに時間があれば薬王院に寄ってちょっと節分の様子でも見れたらなぁと思っています。まずは高尾山に向けて行きたいと思います。去年プンさんは高尾山周辺で霜柱を見ていたんですが、今日の節分ぐらいにもまだ霜柱あるのでしょうか。ちょっと散策しながら歩いていければと思っています。寒い。まずはこのいろはの道を歩いて主要な登山道に出たいと思います。いろはの森を通り抜け主要な尾根道に出てきました。では高尾山頂に向けて歩いていきたいと思います。歩いてる右の方に先週行った大岳山が見えてますね。そして高尾山山頂が見えてきました。高尾山山頂に到着しました。 599.15m。 ほんと誰もいない。今日は曇っていて富士山もちょっと見えないですね。富士山見えませんね。それでは先に進んでいきたいと思います。霜柱を探しながら歩いていきたいと思います。もしかして霜柱の時期ってもう過ぎちゃったんですかね。ちょっと僕には見つけることができないようです。ちょっと前はあったと思うんですけどね。もしかしたら今もあるのかもしれませんが、ちょっと分かんないですね今んとこ。これ、あ、こっちにもある。これ大きいですね、うん、これ大きいわ。ちょっと探すことはできなかったので、この資料の霜柱でも眺めて今日は我慢したいと思います。それでは小仏城山目指して歩いていきたいと思います。展望台に来ました。丹沢あたりの山結構見えてるようですが、富士山は見えてない。そして小仏城山ですね。小仏城山670m 到着です。おー、いい眺めだ。はあ、確かあの奥のベンチでプンさん座ってて、あっちから僕は張り込みした思い出があります。ちょっと休憩します。山でもし僕がプンさんを見かけたら、こちらのプン山ワッペン風差し上げます。こんな感じでよいしょ。今日は節分ということで豆を食べたいと思います。後で薬王院に行けたらそちらで豆を購入しようと思ってるんですけど、それじゃあちょっと休憩したんで風の吹く山向けて歩いていきたいと思います。相模湖が見えてますね。そして小仏峠に到着しました。あ、このブルーシート覚えてますね。このブルーシート、ここで尾行がバレたんですよね。
こっからこう覗いた時にプンさんに見つかって尾行がここでバレましたね。去年はいますね。いやいた、バレたかな。これが見えたの、これが見えてね、止まったんだよその人。うん、止まったってことはそれで気づいちゃったの。私勘いいじゃん。ここは僕にとっては鬼門です。そして影信茶屋到着しました。それでは影信山山頂行きたいと思います。影信山727メートル到着です。影信山山頂からの景色最高です。結構この辺滑るんですよね。よいしょ、滑る。それでは陣馬山ですね。どどころ山、どどころ山、陣馬山の手前にどどころ山あるんで、そちらを目指して歩いていきます。影信山までは来たことあるんですけど、その先の今歩いてる道から陣馬山までは今日初めて歩くので、どんな感じなんでしょうか。楽しみです。おお、滑る。ところでなんで僕が赤いサングラスをつけてるかっていうと、特に深いこだわりがあってつけてるわけじゃなくて、プンさんがマラソンをやってた頃に使ってたサングラスをもらって使ってるということで、これをつけてます。どうどころ山733メートル到着です。それでは陣馬山の方に歩いていきたいと思います。明王峠739メートル到着です。明王茶屋、こっちにもあった明王峠。それではフォーマウント陣馬行きます。陣馬山まであと400メートル、もうちょっとです。歩行には影響ないですが、雪が結構残ってますね。おう、ついに見えてきた。皆さんの参考記録でしか見てなかった。うわー、陣馬山来た。陣馬山857メートル到着です。あ、お茶屋さんやってんだ。へえ、あんまり今日は天気はそこまで良くないけど、でもうん、曇ってるけどそこそこ眺めいいですね。あれ大竹さんかな。それでは薬王院に戻って豆まき見に行きたいと思います。明王峠に戻ってきました。このまま歩いていきたいと思います。もう一度どうどころ山来ました。どうどころ山です。影信山727メートル到着しました。小仏城山まで戻ってきました。小仏城山です。それでは高尾山に向けて出発したいと思います。行きと違って高尾山山頂は結構にぎわってます。山頂です。それでは薬王院に向けて歩いていこうと思います。薬王院向かいたいと思います。薬王院着きました。
年に一度の節分ってことですごい混んでますね。何ちゃんだろう。豆まきしてないのかな。今タイミング悪いのかな。2時ちょうど2時なんですけど、1時半と2時半かな、もしかして豆まきイベント見たかったんですけど、待つのは辛いんで福豆だけ買って帰ろうかなとじゃ思います。すみません、福豆ってどこで買えるんですか。あ、そうですか、聞いてみよう。ああ、すいません、福豆ってどこで購入できますか。もうちょっとお昼頃に売り切れてしまいまして、下も上もちょっと売り切れ。あ、もうないってことですか。はい、わかりました。福豆売り切れ、このことは戯れよう。残念ですが帰ります。お参りだけしとこう。何も収穫なくてここまで登ってくるのつらかった。もう一度いろはの森入って帰っていきます。あんなに人も出るんだからそりゃすぐなくなっちゃいますよね。まあ家から福豆を持ってきて小仏城山で食べたのでよしとします。お疲れ様でした。